エレン・ハンセルはアメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の女子テニス選手。1887年から始まった全米女子シングルス選手権で第1回大会の優勝者になった選手である。右利きの選手で横手側から放たれるサービスを最も得意にした。フルネームはエレン・フォード・ハンサル・ア・ラーディスという。現在は全米オープンとして知られるテニス競技大会は 1881年から男子シングルスと男子ダブルスが始まり、女子シングルスはそれから6年後の1887年に第1回の競技大会が行われた。最初期の時代は各部門が個別の名称を持ち、大会会場も別々のテニスクラブで開かれていた。男子シングルスは全米シングルス選手権、男子ダブルスは全米男子ダブルス選手権の名前を持ち、 女子シングルスは1887年に全米女子シングルス選手権という名前で始まった。第1回大会の会場となったフィラデルフィアクリケットクラブは当時18歳の少女だったエレン・ハンセルの故郷に近い場所でもあった。ハンセルは最初の女子シングルス決勝でローラナイトを6から1、6から0で圧倒し全米女子シングルス選手権の初代優勝者になった。 しかし1888年の決勝では、バーサタウンゼントに3から6、5から6で敗れ、2年連続優勝を逃した。エレン・ハンセルは後に、テニスを始めた、少女時代の回想を語った。それによると、彼女はもともと貧血気味の子供であったため、家庭医が彼女の母親に、娘の健康増進のためにテニスを進めたという。選手引退後は、 テイラー・アラー・ディスと結婚して静かな余生を送り、1937年5月11日にピッツバーグにて67歳で成去した。ありがとうございます。